皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。はい、ということで本日もですね、ラバちゃんのゆるトラキシミュレーターおすすめモッドをご紹介していきたいと思います。本日ご紹介いたしますのはこちら、皆さん目の前に今言えてなかったね目の前にございますテスラの、モデル Y ですね。あのテスラ社がいつもあのオートパイロットとかを出すときに一番最初につけるやつですね。でこれヒッチついてるんで、ヒッチメンバーのお仕事ができるようになっているということになっております。はい、でまあすごいクオリティ結構高いので、こちらまず早速なんですけど導入方法をご紹介しまして、試乗の方もやっていきたいと思います。ではでは早速。はい、ということでまた概要欄の方にリンク貼っておきましたので踏んでいただけたらなと思います。テスラモデル Y の2021ということになっております。まあパラパラーっときまして、下の方にねダウンロードリンクございますんで、こちらの方をクリックしていただけたらなと思います。はい、ではこちらの方シェアモッドの方やってきましたので、こちら何回かクリックしましてダウンロードしていただけたらなと思います。はい、ではこちらの方ダウンロード終わりましたら、いつものようにですね、ドキュメント開きまして、ユートラ開きまして、このモッドファイル開きまして、SCS ファイルになってるんで、このまま入れていただくということになっております。はい、ということで、こちらモッドマネージャーの方にやってまいりました。こちらテスラですね。で、こちらクリックして矢印入れて、車両モッドなんで、下の方に持ってきてください。で、変更確認します。はい、ではこちらのメイン画面来ましたら、トラックディーラーの方に来まして購入していきたいと思います。モッドディーラーですね。はい、でこちらクリックして、構成カスタマイズなんですけども、カラーしかいじるところがないのでカラーだけ選択してください。まあ好きな感じにしていただけたらなと思います。ホイールとかはもう変えられないようになっておりますんで、まあテスラといえばホワイトですね。はい、こちら選んで確定ボタンを押していただければなと思います。はい、とそうしますと、このような感じで乗れるようになっているということになっております。室内がですねだいぶリアルに作られてまして、でちゃんとすごいんですよ、ナビがパソコンついてるみたいな感じ。これ多分オートパイロットついて、機能としてはもうついてるんですけど、多分ねこれではユートラではさすがに使えないということになってると思います。ちょっと運転してみましょう。よいしょ。さて、確かね完全にオートだと思うんですよね。電気自動車だったような気がします。うん、あれシフトついてないしね。あの H シフターで今私操作してますけども、あのシフトノブもないので、多分完全に電気自動車になっているのかなと思います。でめっちゃ軽いめちゃめちゃ軽いですよ。あれこれどうすんだい、曲がるのかな。あっちゃあちゃ、いっちゃおう。よいしょ。あ、軽快だね。あ、すげえ、すぐに、あ、これはもう電気自動車の音っすね、これ完全に。ちょっとこっち行きまーす。挙動は結構いいっすね。挙動いいっすよ。あ、でもこれあれだ、もうニュートラルになっちゃうんで、あ、これ違うわ、一速でオートマってことだ多分。はい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 、なるほどね、一速だけってことだ。でこのままオートパイロットというか全くシフト使わずにこのままいけるということになってるんだと思います。あ、でもすげえ、前にアセコルで韓国の電気自動車をご紹介しましたけども、あれに近いものが多分ありますね、これ。うん。さて、挙動はいいですね。FFB もちゃんと適正にかかってます。なので、かなり運転しやすいかな、これ。うん。で、これでね、お仕事ができるんすよ。あのヒッチメンバーついてるんで、これでお仕事ができてしまうということになっております。はい、ちょっとヒッチつけてみましょうか。はい、ということで今ちょっとこちらの方ですね、前にご紹介しました一般車モッドのですね、トレーラーつけることができました。はい、かなり綺麗に
ついてると思います。でこれでですねワンチャンなんですけどもカーゴマーケットが多分いけるんすよ。あ、いけますね。はい、これでカーゴマーケットいけちゃうということになっているんで普通にこれでお仕事ができるということになっております。まあ、せっかくなんでちょっとこれで一回行ってみましょうか。あー、いいっすね。かなりいい。これなんなら、あれっすね。引いた方が挙動いいね、やっぱ。多分これお仕事をする前提で作られてる可能性が高い。うん。これ多分運転した人わかると思うんすけど、馬力ありすぎるんすよ。オートマで。で、引くとちょうどいいっすね。本当にちょうどいい。なんで、引く前提の可能性高いっすね。はい。あー、でもこれはだいぶいいっすね。あー、素晴らしい、これは。これは全然、ただ、あれですね、テスラっていう、この、なんていうんですか、今、最先端のね、イーロン・マスクさんのこの自動車って、まあ、これ、一速だけしか使わないとか、あと、まあ、電気自動車なんで、エキゾースト音が、まあ、ないとか、そういう点でですね、まあ、最先端のこの車を運転するっていうのを体験するには、全然いいと思うんですよ。やっぱユートラでね、この運転をしている楽しさとか、操っている楽しさとかを、味わうっていう車ではないね。本当に最先端の、このものすごい綺麗な、画質のナビとかさ、この、なんていうの、最先端の感じがする、このコックピット、これを見る分には全然いいんですよ。うん、なので、もうほんと雰囲気を味わって、最先端のこの電気自動車、テスラ社のね、最先端のこちらの車を味わうという点でですね、こちら運転するのは本当にいいと思います。これでずっとお仕事するとか、気分をですね、本当にこれで、なんでしょう、お仕事を回すっていう感じの車ではないですね。で、ワンチャンこれイベントをですね、こなすためだけにこれ乗るはありだと思うんですけど、どうなんでしょう、これイベントで使えるのかな。このこれはイベントは確かに楽だと思うんですよ。これ馬力もあるし、でなおかつ一足しか使わないんでだいぶ楽だと思うんですけど、ただこれでストーリーじゃないけどこれで進めるのは何でしょうって感じ。本当にどうなんだろうっていう。でもまあ車としてはもう挙動もだいぶ仕上がってるんでいいのではないでしょうか。うん、内装もかなり綺麗だしね。テスラって感じ。テスラ、本当にテスラの車乗ったことはないですけども、まあ乗ったらこんな感じで最先端な気分を味わえるのかなと思います。コリアンのフュージョン、あれよりもあれですね、運転してる感覚はある。ちゃんと。うん。なので、まあ、そこら辺ですかね。で、まあ、お仕事できるの、やっぱヒッチついてんのだいぶでかいんで、ヒッチつけられる車は結構希少ですからね。本当に。うん。はい。ということで、本日はですね、こちらテスラ社のモデル Y ご紹介いたしました。まあ、お仕事ができる一般車ということで、結構珍しいのでですね、こちらの方、まあ、本当にね、室内がだいぶリアルなんで、こういう雰囲気をね、本当にぜひ味わっていただきたいなと思います。はい。ということで、まあ、こちらの方のね、車両モッドなどもね、今後ちょっとまあ、ちょこちょことご紹介していきたいと思いますので、そちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。というわけで皆さん、また次のですね、ロバちゃんのユートラックシミュレーター、おすすめモッドでお会いいたしましょう。じゃあみんな、愛してるぜ。